オギニコタタンです。今日は河原町来てます。僕ね、魚の中でいっちゃんブリが好きって言ってるじゃないですか。僕好きじゃないですか。そんな僕に夢のようなお店現れました。魚に師匠って書いてブリ匠っていう店名なんですけど、ブリの専門店でブリコースだけを出してはるみたい。そこで夜ご飯食べてきます。今日今年の3月にできたお店みたいで、だから出来たてほやほやというか、まあ魚やから出来たてピチピチのお店、はい、行ってきます。ブリ好きとは言うてるけど、何でも好きやねんけどな。結局最寄りは阪急の河原町駅です。まあいろいろ候補あるんですけど、行き方は今日は河原町から向かいます。四条河原町の交差点を南に進みます。エディオン左手に見ながらですね、まっすぐ。どうも、おぎに。バイバイ。MK タクシー。タクシー運転手がおすすめする京都グルメみたいなのもいいな。一回企画でやりたい。いろんな美味しいとこ知ってはるやろから。あ、ここや。この西川の布団。でっかいビル。これ見えたら、右に曲がります。右に曲がります。もう着くと思います。お店この辺やと思うねんけど。あ、ここっすね。到着。目印としては株式会社、この青い看板とかですね。あとはこの100円自販機、右手にある。それ目印にしてください。2階登ってブリ頬張ってきますわ。すごいカウンター。行っていきましょう。いらっしゃいませ。すげえ。ここで、はい、はい、ここってコース料理のみですか？はい、そうです。コース料理も1個のコースだけですか？そうです、コース1つだけです。ビールでもめっちゃ種類あるやん。で、ハイボール、サワー、焼酎。うわ、日本酒いいね。日本酒いこうかな。果実酒、赤ワイン、白ワイン。600円から。シャンパニュとカクテル。祇園小町行こうかな。やや辛口の。こちらが本日お持ちさせていただくブリになります。うわ。これ上からアウトコート、インコート、上バラ、友バラ。じゃあブリの大トロの部分になります。アウトコート、それなんか服の話されてるんですか？ここにね、自動全部 あるんですね。はい、部位書いてあるんですけど、その下がブリのテールって尻尾の部分です。でここはブリの天肉、頭の肉ですね。これあの1匹からこれ2本しか取れないぐらいの希少部位です。はい、で一番下がブリのたたきになります。こちらを本日お作りと焼き物でお持ちさせていただきます。はい、ありがとうございます。やっぱアボカドと一緒に行った方がいいんですよね。そうですね。これ時間が夜の5時過ぎなんですけど、僕初食事です、この日。だから朝食でもあんね、俺にとっては。にやけてますね。これを見ながらこう、あ、俺はこれを食ってるんだなって楽しめばいいんですね。スキッパラに日本酒、それ見てるだけで酒飲めますね。いいおつまみですか？うん、
こんなもん絶対うまいやん。これ結果的に一番グッときたやつかもしれん。ブリの油を使ってこのブリをいぶしてるみたい。だから贅沢な炭火焼きやねこれは。お、お酒が進みますよね。いやほんまにちょっとあのほんまにやばいです。ちゃんと帰れるようにだけしょ。燻製なんやこれ、はい、燻製しました。神バラの燻製。これ絶対みんな一回はカピバラ一発目思い浮かんだでしょ。100人おったら100人浮かんでると思いますわ、カピバラが。2品目、なんかねブリだけのコースやからそんなバリエーションあるんかなっていうか食べ飽きひんかなって思ったりしてんけど、いろんな顔を見せてくれた。ブリのテーマパークやん。すいません、今のブリのテーマパークはここの店員さんが言ってはったワードそのままパクりました。パンパカパンパンパンパカパカパカ。これコリコリしてるの胃袋ですか？これ美味しいですね。まだまだ行きます。届いてるのがアウトコートとウニですね。こちらがテールのカラスニがけですね。こちらのカラスニもブリの卵から作っているカラスニです。そうね、はい、こちらがブリのたたきです。うわうまそう、はい、こちらがポン酢でお召し上がりください。はい、これはブリの大トロです。ブリの大トロ、はい、こちらにまずレモンを絞ります。先ほど食べていただいたポテサラ胃袋の部分、はい、あれが胃袋の内側でこちらが外側になるんですよ。外側、はい、これ開けていいですか、はい、何の確認やね。お外側ちょこんと乗っけて、うおもう見ただけでにやけとる。食べた、うん、まっ。ブリってやっぱ寒ブリの冬場が美味しいんですか？言うても天然に関しての寒ブリとか寒ブリとか一番成長してる仕切ってるブリなので、はい、美味しいは美味しいんですけど、私の場合は同じ均一の味を出したいのもあるので養殖のブリという形になります。あ、ほんだ夏場食べに来たら備えやなみたいなことはないってことですね、はい、お作りはねもう間違いないっしょ。たたきだけポン酢でいただきまして、赤ワインのタベルネロサンベジョデーネ、え、サンサンビョサンジョベーネベーゼ、はい、全然言えてないですけどすいません。ありがとうございます。ブリのコース料理の内容、月に一遍ぐらいでこう変わっていくみたいです。続きまして炙り食べ比べ、天肉だったり、ブリの白子ブリッコとか天肉から炙っていきます。さっと炙るだけでいいみたい。こんなもんでいいな、はい、はい、わさび醤油につけて、この炙ることによってさらにブリの脂がね旨味が増すというか。ブリの白子ね、ブリの白子とブリッコはあの産卵期しか提供できひんみたいからもう終わるみたいに言ってはりましたね。やっぱこういうのは酒飲みにはたまらんよね。開けます。オープン。おお。光り輝いております。うん。ま。毎晩これ食いたいわ。お、フラミンゴお願いします。
ありがとうございます。これ鹿児島の芋焼酎みたいですね。ブリも鹿児島なんでね、それと合わせて。怖いな、この怖いなっていうのは焼酎あんま飲み慣れてへんのでね、ちょっと怖いなっていう。うわ、めっちゃ飲みやすい。来たよ、次。うわうまっそ、いろんな顔見せてくれね。あまりこういう店でね、こんなガッツき方はなかなかしないと思うんですけど、あまりにうますぎて。ありがとうございます。中はこんな感じです。卵ね、飲み干してと。あとご飯物と不思議なトマト。このご飯物でどれくらいお腹いっぱいになるか勝負の分かれ目。お酒出すといっぱい行こうかな。焼酎、それも美味しいんですか。ありがとうございます。これも鹿児島のお酒です。あ、焼酎もうまいな。ちょっとハマっちゃいそうですね、焼酎も。うわ、うまそう。赤だし来たよ、ここで。いや、たまらん。うわ、この表情見てください、僕の。これちょっとかぶりつけますわ。うわ、いやらしいな。これご飯のサイズ大中小選んでいただけます。僕はもちろん大で。うわ、ざずずい。あ、これ魚マーク、かわいい。これ嬉しい、ご飯もの。これね、あの、そら美味しいねんけど、ちょっと米が柔らかすぎひんと思って、ね、この柔らかさはなんかあえてなんかなと思って。たまたまですか。そう言われると、ここなのかとね。お酒が入った体には染みるね。はい、ありがとうございます。不思議なトマト、はあ、なんかこれトマトっぽくない？何味だと思いますか？ライチ。すごい、一瞬で。え、当たりました？当たりました。ごちそうさまです。どうも。結構結構で3年以上だったけど、よいしょ。うまいでしょう。ブリショウ、ブリショウ、うまいでしょう。めっちゃうまかったんやけど、あの、食べ進めて中盤ぐらいの時に、正直これそんなガツンときいひんなというか、帰り下にラーメン食べたらあかんなって感じのお腹の具合やってんけど、もう今いらん、もうお腹いっぱい、ええ感じ。ブリってこんな一面があったんやみたいな、はい、楽しみ方できるんで、ブリ好きの方、まあ、ブリ好きじゃない方もぜひ行ってみてください。ほな、帰ります。
ございました。